い、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ゆうやっちゃいなよの会社ですけれども、まあね、去年ドタバタとねしましたね。で、藤島さんから、まあね、君だけにさんにね変わって代表がですね、 その日ですね、まあ会社がねこう新しく生まれ変わった日に、ちょマテオさんがですね、ショーマストゴーオンっていう、インスタを上げて物議をかましたんですね。で、私あの後からね結構彼のインスタは結構チェックしてるんですけれども、何なんだろうと思って、まあ私はね、あの世間で批判されるほど、あのチョ・マテオさんが、まあこのどんな逆境にあってもそのねことは引き継がれるっていうかね、やり続けなければならないっていう風な言葉なんですけども、まあある意味逆境にあったとしても、その、過去に行ってきたそのね負の遺産をちゃんと清算しなければいけないんだよっていう風な、あの意味で彼は使ったんじゃないかなと私は思ってるんですけれども、結構ねそれから批判を受けて彼もそのインスタは削除してるんですね。でやはりちょっとこういろんなね、ゴルフに行った時の写真とかいろんなことを上げてるんですけれども、何かしら意味があるのかなと私は思っているんですけれども、まあね、今のこの間 A 氏がねマッチョの写真、顔が自分の顔でマッチョの写真を上げて、裸のマッチョの写真を上げてたけど、あれもこのねマッチャンの件だと思うんですよ。やはりなんかこうね連動してインスタ上げてるので、私はねまさかねマッチャンに行くとは思わなかったんですよ。もっと他の人を考えてたんで、ただ男性ゆうやっちゃいなよで男性の被害を明らかにされてきて保証問題まで行くことができたんで、今度は女性の被害、ね、を明らかにしていくのかなと思ってましたし、でまさかまっちゃんに行くと思わなくて、まあ、これまっちゃんの件が真実かどうかはわからないし、今後もちょっと争っていくっていう方向性なので見守っていきたいなと思うんですけれども、なんだろうな、そこに行くのかみたいなところが感じました。で、まあこの、彼チョ・マテオさんがこの会社が新しくなったという日に上げたインスタの気持ちをちょっと裏取ってみたいと思います。こうやって飛び出すのもなんかね意味があるってね言いますけどね。どうしよう、いつライブしようと思ってるんだけど、なかなかねこう何曜日の 何時からやりますって決まってたら皆さんね参加しやすいんでしょうけど、今日やりますとか告知なしでやりますみたいなことも多々あるので、過去から言ってみます。はい、本当にバランスを取ってるっていう感じのカードですよね。まあ自分たちが感情にね足を突っ込んで、この、被害に遭った人たちがこうねこういろんな感情を持たれてますけれども、そこに、会社がまず足を突っ込んでこの受け流すねこう移動する感情ね、この、こういろんな意味で水は感情を表すので、そういう移動するみたいな感じのカードと思うんですよ。こう受け止めるとかね、その被害者たちの気持ちを受け止めるとか、そういう風な感じだったんじゃないかな。過去を思った時に自分のいろんなものも考えるものがあったんじゃないかなと思うんですね。今までゆうやっちゃいなよさんにいろんな恩恵を受けてきたわけですよ、彼だってね。その中でね、いろんな複雑な思いっていうのがあったんじゃないかなと思います。
その時の状況、まあ、いろんなものこう経験とかね、彼との思いとかもあったりとか、今まで自分が歩んできた人生っていうのを走馬灯のように考えて、あ、この会社がもう言うやっちゃいなよっていうジャニーズっていう会社がなくなってしまうっていうことが、これはあの今まで積み重ねてきたことがね、あのちょっと崩れるっていう風なカードになっちゃうので、積み上げてきたものを一回ね、あのリセットしてね、新たに人生を歩んでいかなきゃいけないんだなっていう彼の決意でもあったんじゃないかなと思います。表面上の心理ですね。はい、まあ、ページオブカップ、あのちょっと個性的なね、ところがある、うん、アーティスティックな感じなんだけど、ちょっと子供っぽいところが、目立つようなカードになっちゃうんですね。だからやっぱりこう感情をきちんと言うやっちゃいなよの会社が、あのそういう風な言うやっちゃいなよさんが、若いアーティストたちにやってきた行いっていうね、諸悪のことがいろいろ明らかになってきたっていうところですよね。本当に幼すぎる彼の、まあね、ゆうやっちゃいなよさんはかなりの年齢ですけれども、内面があまりにも幼すぎた、自分の権力を振りかざし、そしてね、幼い子供たちに襲いかかるような悪魔であったというところですよね。はい、もっと深いところの心理、バランスが取れなくなってくる、うん、どうしてもこうね、あの崩壊していく、会社が崩壊していくっていうところで、心のバランスもみんな取りづらくなってきたのかなっていうところが感じますね。それを支援するもの、妨害するものですね。はい、新たな旅をするっていう感じのカードなんですけれども、これは見てください、こっちの、手前が、あの下が手前、現在の方、過去で、上が未来になっちゃうんですけど、未来の方が波立っています。っていうことは、これからの先の方が試練がいっぱいあるんだよっていうところが、あのチョ・マテオさんが、その時感じたこと、会社を変えるっていうこと、そしてこの被害者の、あの支援っていうか保障問題をきちんと行っていくっていうことを会社が決めた時、これからが大変なんだよっていうところを、あのすごく深く感じたと思うんですよ。でもやらなきゃいけないんだよっていう、そういうところですね。うん、はい、彼の置かれている環境、未完成、もう本当に、ゴールではなくて、本当にこれはこっちだったらゴールなんですよ。素晴らしい成功とかゴールとかいう感じなんですけど、リバースになっちゃってるので、何かまだ満ち足りないものがあったりとか、彼の中でもまだ満たされないものがあったりとか、いろんな思いがあったりとかいうこともあるんではないかなと思いますね。あの一言では言えないような思いが、あの今までね、こう彼が10代の頃からやってきた言うやっちゃいないの会社がなくなってしまうっていうことに関して、あのいろんな思いっていうものがね、あのあったと思うんですね。で、周囲の環境、まあね、会社にしたりとか、先輩とかにしたりとか、周りの人たち、後輩たち、まだデビューできないような子どもたちもいっぱいいますよねっていうところ、あと、まあ、あの被害に遭われた方々、まだあの名乗りを出てないような方もいらっしゃると思うんです。この被害を名乗り出たくても出れないような人もいらっしゃるんです。あの本当に抱えて、荷物を抱えて、生理的、あの精神的に、あのいっぱいの重荷を感じて、ストレスフル状態に、あの周りはあるっていう風なカードが出ています。はい、彼の願望または不安要素、うん、これね、あのこうだったらさ、あのなんかこうポジティブなイメージなんですよ。
戦ってる、みんなでワイワイやってるけれども切磋琢磨して向上しようよっていうところなんですけれども、これリバースになっちゃってるので、どっかしらこうネガティブな戦い、あんまりポジティブじゃないような、やっぱり自分に関しても自分の内面に対してもこのトラウマとの戦いとか、そういう風なものを深く感じてるんじゃないかなと思うんですね。やっぱり自分の中で封印してきたものとかもあったかもしれないんですけれども、それに関して彼自体が被害に遭ってたかどうかもわからないですけど、やっぱり見たり聞いたりとかいうこともあっただろうし、見て見ぬふりをしてきてしまったことに関してもあっただろうし、それに関してもやっぱり自分の中で辛い戦いが始まっているのではないかなと思うんですね。はい、それからの状況を、はい、自分の、まあ、ある意味まだ生きる道とかに関して、深くこう考えた時に、まだまだ自分の中でこれだっていう生き方とか方向性ですね、会社をど退社するのか、このまま続けるのかね、レジェンド・オブ・バタフライに関してもあまりいい宣伝とかもしていただけなかったりとかしたこととかもありますよね。やっぱり推しである、MJ さんなんかも随分推してその当て馬みたいな形でされたりとかしてましたよね。後輩に対してのそういう風な行動、まあ上下関係の厳しい会社ですけれども、そういう風にされてしまうっていうのがすごくやっぱり辛かったところもあったと思うんですけれども、まだまだこれからどうしていこうかっていうところが見極めがついてないんではないかなと思いますね。様子を伺っているところもあるかもしれない。はい、最終結果、はい、これ策略的にこう持ち帰っちゃってるっていう感じなんですよ。しめしめカードと言われてるような感じのカードなんですけれども、言ってることとやってることがちょっと違ってたりとか、スパイ的にこう操作し、美味しいとこだけ持ってっちゃおうみたいなカードになると思うんですけれども、彼自身もまあいろんな風情報を集めていろんな風な動きを内向的に行っている可能性があるので、まあ、将来的にはもうちょっと美味しく彼を評価してくれるところとかあったりとか、まあ、自分でやっていった方が得だなと思った場合には、出ていくこの可能性もあるかなと思います。このカードからしては今様子伺ってますから、スパイ的な行動で水面下で動いている可能性が高いと思います。はい、まあ、将来的にはね、まあ、移動する可能性もないとも言えないんですけれども、もしくは例えば新しい会社が設立したら、今、ナンバー2ぐらいのですよね。で、東山さんが前の会社の保証の方の会社でやって、新しく今度設立するような会社の、ポストから離れると思うんですね。そうなった場合、新しい会社の方のポストの条約上の方の方で、会社の運営という形でもしかしたらそれで残って、そっちの仕事を任される可能性もあるかもしれないですよねっていうところですね。やっぱりね、多くを語らないので彼自身が、だからこそまあね、ゴム2だ、だからこそ、まあ誤解を受けることも多いのかもしれないんだけど、ある意味いろんな意味で、やっぱりこうやり遂げなきゃいけないんだよっていう意味での「ショーマストゴーオン」ではなかったかなと思います。はい、皆様いかがお考えになりますでしょうかね。まあ、ゆうやっちゃいないの会社の方の、メンバーの方もいろいろリクエストをいただいてますので、いちごうさぎの、X ですね、いちごうさぎチャンネルっていうところでやっています。よかったらそっちの方も、
で、あのダイレクトメールいただきましたらコメント占いとかもさせていただいてます。で、コメント欄の方でもリクエストいただきましたら、ね、あのお答えさせていただきたいと思います。よかったらそちらの方もご確認ください。今日初めて見てくださった方、いいねボタンもお願いいたします。そしていつも見てくださる方、いいねとコメントもお待ちしております。はい、いろんなね、事件とか事故とかね、天災地変とかありますね。いろいろネガティブな方に持ってってるね、ものがいると思うんですね。そこをね、あのポジティブな気持ちに少しでもね、慣れますようにね、行きたいと思います。あの不安を煽ってやるのが奴らの方向なので、その辺もね、みんなでね、こうね、前向きに生きれるような方向に持っていければいいかなと思っていますので、応援もお願いいたします。はい、石川の方ね、皆さんね、早く今大変な状態になってますが、本当にね、一日も早く復興をさせていただけますように、私も陰ながら応援、あの本当に祈ってます。はい、よろしくお願いいたします。